はいどうもラリホンです。というわけで今回もみんなの投稿を実況していこうと思います。毎日スタンブラ配信やってます。よかったらねチャンネル登録してね遊びに来てください。自称アイテムコン日本一というわけでね、クロワニさんのね実戦で決めるの4時間かかったアイテムコンって書いてますけど、4時間か、ちょっと気になるよな。だから4時間って長いんだけど、めちゃくちゃむずいコンボをもし4時間でかましてるんだったらマジでこの人うまいと思うし、ちょ期待感がすごいんですけど、まあ日本一言うてるからね、日本一言うてるんやから、もうこれはもう期待感爆上げで見ていっていいでしょう。カズヤなんかな、クロワニって書いてるけど、まあワニじゃないっぽいんで、おかずクロワニに決める感じ。ちょっと待って、うますぎるだろこれ、4時間で決めるのはやばい。ちょもう一回見ますよ。だからクロワニって名前でクロワニにコンボするのはどうなん、やられたん違ってやってるんだよね。何でも使えるよな。まず王冠を、はい、王冠ジャンプ投げして踏みつけ、もう目が追いつかない、財布見せ横スマート、かくってそうだな、かくってそうだし、なんだそれ、やろうと思ってできるんか。あんだけ細かい動きしとったら財布とかのコマンドもクソむずそうやけどさ、できるんだね、できるんだ。これが日本一や、みんな実証やけど日本一でいいやろ。中1ワニ使いの CF 撃墜種ほぼ使い回しというわけで、これ多分さっきのクロワニさんいるわ、サムネにクロワニって、もうワニのプレイないじゃん。さっきはワニに神プレイしてたし、もうさっきのコンボ見た後なんでやばそう。そりゃそう、あのコンボできる人のファルコン好プレイ種なんで絶対やばいですよね。王冠コンボもあるんじゃないか、見ていきましょう。まあ、使い回し言うてるのは、まあまあいろんなキャラプレイ種とかも以前見たことあるんやけど、まあその中のやつもあるんかな。でも新しいクリップもあるはず、もうさっつほらもうやってるよ、見てほら、まあおかしいよね、これ前回みたいな、前々回やったかな、クロワニさんの馬プレイ集見たけど、まあさっきのカズヤであんなコンボするんだから、このコンボしても不思議じゃないって思えちゃうのがやばいですよね。はい、折り空上からのめっちゃ背中側で空中当ててるよ、ガノンかと思ったらしっかりやり返していって、上強空上折り来たと、これ綺麗に決まるよな、なかなかこんな綺麗に決めれへんのよ。さあ対クッパめっちゃコンボあるんじゃんか、横火指導めでよ、ダウンエンして落として、はいはいはい、おい、嘘や、膝行くんかなと思ったらファルコンパンチで、すごい、どんだけアレンジすんねん。はい、もうコマコンボさせたらあかんね、このプレイヤーにコマコンボさせたらあかんってもう言ってますわ、全細胞が危険信号を出してるわ。あ、これもうまかった印象あるよ、前回見た気がするよこれ。はい、膝ね、こんな綺麗に入らへんねん今作のファルコンは。前作もむずかったけど、なんか今作特になんか膝コンボむずい印象がある、シビアというか最速出しが必要というか、わお、決まりやすいんかなって錯覚するよね、こんだけ決めてると。いや、これははい、空間から上強空スター、はい、反転使いもしっかりうまいよ。フィニッシュは膝か、あっ、フィニッシュ膝かと思ったら絶対ファルコンパンチねんけど、確定してないんだよね、読み切ってるってやつだよな、これはしっかり、これは確定ですね、さすがにね。で膝かと思ったらファルコンパンチって、もう嬉しいサプライズするよな。はい、膝ちゃんと確定と、確定じゃないコンボもね決めてるのがすごいですよね。膝から始まった、膝かすわたから指導、読みレベルが高いな、ジャスだから弱やっただけなのにってやつ、今クエルしなかったな、なんでやろ、あもうもうファルコンパンチどうなってんの、ファルコンパンチコンボ集作れるよこれ、その単発じゃないからね、コンボから決めてるからね、メテオ、クロペラが出る前、まあ、ワニ使いなんかな、メインはクロワニって名前やから、やっぱもう知り尽くしてるんかな、あそこからプロペラは間に合わへんみたいな、やから膝が入りますみたいな、細かいよ動きが、横は横尾したくなる、リドリーは、はい、逆側の崖に向かってくんかな、はい、横尾して、やばっ、なんなん、なんなんこのファルコンパンチのセンス、おかしくない、はい、あもう王冠持たせすぎじゃない、ワニ使いやからか、はい。ワニ使いやから王冠使いもうまいんだ、もうそういうことにしましょう、そういうことにしないとね、説明がつきませんというか、なんでこんなファルコンパンチ決めれるの、おかしいよね。9月マラリホン変幻自在というわけで、マリチューさんの変幻自在って言っててすごいスティーブドアップだけど、よく見たら後ろに月光がいるんで多分月光がでしょう、これ何なんこれ。この薄いスティーブは何なんや、あ、まあ、スティーブも使ってたんで世代交代って意味なんかな、もうスティーブじゃなくて最近はもう月光がいっぱい使ってますよって意味合いなんかもしれない、もしそうやとしたらサムネ作るのうますぎる、なんかスティーブが薄くなっていく感じが、なんかねメインキャラ変わる感じが、そこさ何あれ。タイミングうますぎでしょ、さっきのさらっとやってるけど、さらっとやってるのがそうですよね、まあ、変幻自在言うたけど、まあ変幻自在なコンボっていう意味合いもあるやろな、どんなとこからもバーストするみたいな、いろんなプレイできますよみたいな、そういう意味もできますよね。はい、空落としからの、あコンボは繋がらなかったけど下強から回避読んでる、はい踏んでダウン連して
読むんだよね、うん、そのままじゃないんだよね、ちゃんと敵の動き読んでのっていう。ってことは確定は知ってんのかな、おそらく読まなあかんのかもしれん、うん、断念から横進ましか確定しないから、まあ、ああいう目に持っていく必要があるみたいな、多分わかんねえ、はい、下スマとか入るかな、横スマが入らないから、はい、わお、踏んだら無理だよそれは、うん、噛んじゃうぐらいひどかった、うん、リトルマックをあそこで踏まれたらもうどうしようもない、ジャンプある、これジャンプは、あら踏んで、あ、ジャンプあったけど無理や、今さらっと絶やったなさらっと絶やのかっこいいな、なんか激アピのなんかさらに15かみたいな感じのかっこよさがあるよな、はい、なんかスティーブに変わった、あ、そういうこと、スティーブ使いにも変幻自在しますよみたいな、そういうこと、ダブルキャラクターコンボ集ってことや、うん、ダブルメイン的なそういう見せプレイ集なわけ、なるほどね、そういうことやったんか、サムネの意味は、うん、両方いますよっていう、これは、はい、嫌な角度、嫌な角度、2連続ベクトル合成してません、さっきのベクトル合成っていうのはなんかあの多方向にね、あのメテオと横にぶっ飛ばすあの攻撃を同時にしたら、まあ、合体して中間の角度にぶっ飛びますよねみたいなやつなんやけど、それを2回やってた気がする、もう1回目が死んでんすけどね、オーバーキルベクトル合成っていうかな、さっきのカノンはね、あ、これは下京から、はい、ええメテオやめたって監督当たってもなんか致命傷なやつやし、避けてもあの横スパも待ってるしって怖すぎでしょ、カズヤ146倍ですよ、今のはやるんだね、 今のって吸えるんだ、予想外だったんじゃないか怖もうホラーゲームみたいな上げ出するよ、クソコンボ、あんというわけでこれコンサツさんやったかな、多分サプワカかなんか分からんだけど、ちょっと待ってちょっとすいません、コンサツさんのクソコンボ案見ていこうと思います、まあ、コンサツさんといえばめちゃめちゃね見せっぷうまい人なんですけど、そんな人のクソコンボですよ、クソなわけがないですよね信じてない、信用してない、クソコンボかっこ神コンボだと思ってるよ、はい、王冠上に投げて横ピー当ての2回目って、おわうわ、もうこれがクソコンボやったらもう何になるの僕たちのプレイは、はい、これは、はい、崖、あー崖つかまりから、王冠を2回当てるっていうのがベースになってるのかな、はい、崖つかみの無敵消えたらみたいな狙えるかな、狙えないですよね普通にね、うん、狙えないです、クソコンボっていうのは再現性がないって意味かもしれない、砂ブラあるあるというわけで、メロン太郎さんのね、あ、これ人気ランキングにあったんですよね、多分なんか上位トップ10ぐらいにあったんですけど、まあ、砂ブラあるある、まあ僕ももうかなり砂ブラやってますから、きっとね、あ、皆さんも今砂ブラやってる人って結構ベテランが多いと思うんで、あー、あるあるかもって思えるやつが来ると思ってますけど、あの全然あるあるじゃなかったら突っ込みますよ、ないないって、たまにちょっと持ってくる可能性があるんでね、絶対ないでしょみたいな、はい、あ、もう怖い怖い怖い、うん、面白動画なのかな、見ていきましょう、はい、あるあるやわ、そうね、踏みつきでやられるみたいなね、ちょっとカービィのクソ戦法ですよね、はい、あ、これも初心者あるあるですね、か、まあ、ネス使ってない人のお任せで出た時のあるある、うん、あのもうそもそも当たらないっていう、ぶっ飛びすらしちゃうみたいな、眠るあるあるやわ、うん、おやすみができない自分だけみたいな、うん、まあ、敵に眠るあつでおやすみもおかしいんですけどね、はい、横尾、あ、道連れしてくるってやつ、いや違うよ、これガノンが先に死ぬからね、ガノン使いの失敗あるあるか今のは、うん、あのネスの PK ファイヤーはめにあるあるやろ、全部あるあるやろ、すごいな、ちゃんとあるあるですよこれ、はい、横 B 道連れって、まあ、道連れはしがち、うん、スマブラペア、まあ、やからまああるあるですよね、クッパな、これなんかスティックも難しいしな、あのあるあるやったちゃんと、嘘なかったわ、はい、どうも尺稼ぎ TV です、というわけでね、ちょっと今回はですね、先週の土日21、22日ね、僕はあの大阪の文化祭にね、ゲスト出演させていただくということでね、まあ、大阪電気通信大学さんの中野電脳文化祭っていう、まあ、ゲーム関連のイベントがありまして、まあ、そこに出たんですけど、ちょっと思い出を話していくというか、まあ、もうとりあえずね、スマブラ対戦ブース的なのもありまして、ね、まあ、写真の通りいろんな方とね対戦させていただきました、その時にね対戦した人見とったら、ありがとうございました、で、プラスね、ビンゴ大会の MC をしたビンゴ大会の MC を2日連続した、まあ、MC っていうか進行をしたっていうのか分からんけど、何ビンゴ大会で30番35番みたいな、それをやりましたけど、おもろかった、うん、
僕は全然ビンゴ開かなかったんですけど、まあ、子供多かったですね。まあ、去年もね、去年はビンゴ大会、もう去年もやったんだけど、去年は別に MC じゃなかったんだけど、今年は MC やって、なんかビンゴ大会の印象が強いわ、俺の中で。スナブラのゲストやのに何ビンゴ大会の MC してねって話だけど、あの面白かったですね。あのその時いた方がいたらね、あのありがとうございました。あの面白かったですか、ビンゴ大会。スマブラとかもね、いろいろブースありましたけど、まあ、多分ね、2日連続呼ばれ、あ、2年連続呼ばれてるんで、多分去年、あ、来年も呼んでいただけるんじゃないかなと思ってるんですけど、皆さん、あのまだね、まあ、1年に1回そういうのがあるかもねということは、ちょっと心の中というか頭の中にね、まあ、片隅にあの残していただければ、もしかしたら、ね、来年は皆さん来てくれるかもしれないでしょ。なので宣伝しておきました。で、あのもうね、結構イベントをね、9月忙しい忙しいでいっぱいやったんですけど、あの次ね、僕大阪に行くイベントはあの1月4日ですね。あのオフイベントがね、あの1月4日大阪ナンバーであるので、1月4日なんでね、まあ、年始なんで忙しいと思うけど、まあ、予定が合えばよかったら遊びに来てください。はい、またまあ近くなったら詳しく言いますんでお願いします。